いた、死者だ。兄貴の敵。違う、殺して。ごめん。繋がったかな。多分。たまには繋がってもいいんじゃないかな。私に話しかけちゃったでしょ。あれで切り出せなくなったんじゃないのかな。ああ。あのさ、一つ聞きたいんだけど。滑るから気をつけて。いた。死者を死ね。あのさ、ミサキんちの別荘ってこの近くなの？そう。ミサキのお父さんって何してる人？詳しくは知らない。ほとんど日本にいないから。だからたまに帰ってきてはこうやって家族サービスの真似事。家族とは言っても。榊原くん。何も知らないのね、榊原くん。昔話があるの。26年前の3年3組の話。誰からも聞いてないんでしょ？うん。ある生徒がいたの。勉強。何が？お母さんとのやりとり。です、マステ。なんか他人行儀っていうか。私とあの人はまあずっとあんな感じ。その死んだ生徒ね、美咲っていう名前だったの。この話にはね、まだ続きがあるの。いや、いないから。僕を産んで間もなくね。そう。私とお母さんはね、仕方ないの。